はい、皆様こんにちは。木下プロデュースの木下でございます。本日もですね、 NX スタジオを使って写真の紹介を行っていきたいと思います。たまりにたまった写真もですね、やっと9月が終わって10月に突入っていうような感じになりました。で、10月はですね、実はまあ機会はまあそれなりに土日とかねあったんですけど、実際に写真撮りに行ったのがこの、2021年10月の2日だけだったんですね。これは多分久しくないぐらいな、行ってない、なんていうんですかね、日程というか、記録になりますね。はい、1ヶ月に1回しか行ってない。まあもしかしたら何年も遡れば1ヶ月に1回も行ってないような時があったのかもしれないんですけど、まあここ最近はですね、1ヶ月に1回、1回しか行かないっていうのはね、ほとんどなかったので、まあ珍しい月になったのかなっていうふうに思いますね。はい。で、そうですね。まあ紹介ですけども、昭和記念公園ですね、行ってきました。これも10月の2日どんな日だったかちょっとよく覚えてないんですけど、まあ、これもね、10月の2日撮った写真を見ながらですね、思い出していきたいなというふうに思います。ちょっとね、最後にも伝えようかなと思うんですけど、11月はですね、それなりに行ってまして、早いところですね、皆さんに写真の紹介したいなというふうに思ってますので、ちょっとピッチをね、アップデートのピッチを上げて紹介できればいいかなというふうに思っております。で、この10月2日、まずね、P330、クールピクセル撮ってる写真ありますけども、これは、ちょっと待ってくださいね、写真。カメラが何だろう。カメラが Z50 ですね。で、レンズが VR8400 の F4.5 から 5.6G ということで、こういう長いね、ちょっと長めのレンズですね。飛行機撮るような装備ですよね。それに、Z50 なので、APS-C、DX 換算になりますので、160-600 相当ですかね。はい。これね、確かね、望遠レンズになるので、まあ、超望遠レンズになるので、まあ、ちょっと遠くのものっていうんですかね。まあ、虫とか蝶々さんとか、花とかをですね、まあそういうのをちょっと遠くから離れて撮りたいなっていうことで長いレンズ持ってった記憶があります。まあフルサイズを持ってって DXFX で切り替えても良かったんですけど、まあもともとね、まあの DX、まあ、APS-C 換算に APS-C フォーマットの Z50 を持ってったんで、まあ距離をね、それだけ稼ぎたかったかなっていうことで持ってったというような感じになりますね。はい。で、まあね、後で、まあ、写真出てきますけど、コスモス畑ですね、こちらもね。ちょっと前回、昭和記念公園じゃなくて、浜離宮の時にもね、紹介いたしましたけど、まあ、こちらも花の丘には、まあ、こういう形でコスモスが咲き乱れてたと。すごいね、暖かくて、さらにものすごく人がね、いっぱいいた日だったかと思います。はい、それではね、本編ね、写真の紹介していきたいと思います。まあね、最初の数枚はですね、自分必ず1枚とか2枚試し撮りするんですね。はい。で、レンズとカメラをバラバラで持っていく、離して持ってって、で、現地で組み上げるっていうことをやってるんですね。なので、組み上げてホコリがついてないかとかね、そういうのを確認するために空打ちっていうのかな、試し撮りをするっていうのがあります。で、この日はね、左回りで行ったんですね。で、まず早速蝶々撮ってますね。はい、蝶々と、なんていうんですかね、この花畑、みんなの原っぱの西側の花の咲いてるところで結構、ね、集中的に撮ってたんですね。で、まあね、花は咲いてるんで、まあ、こういう形で蝶々が、訪れているんですけど、これが、400mm なんで、実際は 600mm 相当ですね。500分の1 F7.1 ISO200。 ホワイトバランスは晴天で、いつもの通りピクチャーコントロールはスタンダードですね。はい、つまぐろひょうもん蝶がおりましたね。はい、600mm でこれなので、
まあ、ちょっと相当離れている場所から撮ったのかなというふうに思いますね。でこれは、コスモスと、これは花鉢ですね。これなんだろう、トラマル大花鉢かなだと思いますね。このモフモフがね、なんとも言えない、花鉢の特徴ですね。モフモフと、でこれがお尻の方の腹部がね、虎のようなしましまになってるのがトラマル花鉢っていうね、種類だと思いますね。なぜですかね、花鉢って珍しくはないんですけど、あんまり都会チックなところにはいないんですよね。やっぱりどっちかといえばもうちょっと山岳寄りなところ、例えば東京でいうと高尾とか奥多摩とかね、まあ、奥多摩はちょっと行き過ぎですけど、もうちょっと手前にも多分いるんだと思うんですけど、なのでまあ立川、まあ、このね昭和記念公園でも見れないことはないんですけど、あんまり多くは見ることはないんですよね。だから季節柄一時的にちらっとね、見かける時期が一時的にあるくらいな感じですね。なので逆に前回紹介した浜離宮とかになるとまず見ないですね。まあ都会すぎるせいかね、まあ映像する巣みたいなものがないんだと思うんですけど、やっぱりどっちかといえば大自然豊かな山岳チックなところが多いですかね。よくね蔵王とか、まあ、あとは大雪山とかだとね、蝦夷大花鉢みたいなね、なんかねそういうもう本当にねモフモフがね特徴的な鉢がねいっぱいいるんですよね。小丸花鉢とか大丸花、丸花鉢がね結構珍しい、見たことないようなね丸花鉢がね大雪山系にはよくいましたね。あれはね大雪山系よく昔歩いてたんですけど、縦走とかしてたんですけど、結構ね珍しかったですよ。もうびっくりしましたね。うわこんなところにこんな蜂がいるんだみたいなね、最初はもう初めて見たんでもうびっくりしちゃいましたね。もうミツバチぐらいしか見たことがないんで、だから丸花鉢をね結構間近で見た時、しかも色も結構種類といい多さといいね、あれにはね結構ねびっくりしましたね。それからまた妻黒標門町ですね。まあ、妻黒標門町は結構オーソドックスでどこでも見られる町ですよね。まあ、人懐っこい町、まあ、ちょっとなんていうんですかね、あんまり警戒心がないので、妻黒標門町の飛んでるコースに指とかを出すとね、たまに止まってくれたりしますよね。で止まってなんていうんですかね、これが植物じゃないだからちょっと危ないものだっていうのをなかなか気づかないっていうんですかね。だから止まって休んじゃったりするんですよね。で風が吹くと、飛ばされまいとして、まあまあ足でね、まあちっちゃい爪がついてるじゃないですか。それでねこの自分の指の皮膚っていうんですかね、それに感じるんですよね。力で踏ん張ってるみたいなね、飛ばされたくないって言ってね踏ん張ってるねこともね感じたりしますね。でね、まあ、よくこの妻黒標門町立葉町で、まあ、特徴的なところはこの足がね4本ですね。はい、こういう形で足が4本、まあ、これ今ね写真では3本で、ここに興奮が出て蜜を吸ってるんですけど、まあ退化したわけではなくて、まあ、胸にね隠れてるんですね。これも1本2本3本で興奮が出てて、で胸に一番前足で隠してるんですよね。まあなんていうんですかね、まあ、蝶はもともと飛んでこその蝶なので、まあ、なんていうんですかね、歩かなくて床というか地面とかね、草花を歩く必要があんまりないので、まあ、六本足がね、なくても特に、まあ、なんていうんですかね、不自由ないというかね、なので四本足で十分みたいなね、まあ、進化してる蝶なんでしょうね。ただ、まあね、アゲハチョウとかアゲハの仲間になると足が長いんで、それが花に止まった時なんていうのはこの六本足がねすごいスラッと長い、もうなんていうのバレリーナじゃないですけどね、スラッと長い足がね6本出てるのもまあ絵にはなりますよね。
まあ、立葉町の一つの特徴はやっぱりこういう、まあ、足がね4本しかないっていうのをね覚えておくといいですね。多分これが前足なのかもしれないですね。これも1本2本3本4本ですよね。で甲府が出てて、でこの甲府もね超長いですよね。この本当はもともと飛んでる時とか、まあ、あの甲府に出しながら飛ぶんだりするんですけど、まあ、実際はこのなんか顔の中にねあのぐるぐる巻きになって隠れるんですけど、こんなに長いっていうのはすごいよね。うん、妻袋標本鳥の、まあ、オスですね。オスで比較的羽がすごい綺麗に整ってるんで、まあ若手っていうんですかね、やっぱり蝶々もなんていうんですかね、やっぱり一度開いてしまうとですね、これ蝶ってあの欠けたりすると生えてこないんですよね。羽、まあ虫ってみんなそうなのかな。はい、なのでね、あの後から、まあ、いつか多分、まあ、この後にも出てくるのかもしれないですけど、傷だらけのね蝶々とかね、まあまあ短い命の中で精一杯飛んでるな。まあ、蝶々の羽がなくなるっていうのは人間でいうと足が骨折してるとか怪我してなかなか歩きにくいっていうのと同じようなイメージなんで、まあその中で昆虫たちってまあ痛いのかどうかっていうのは分からないですけど、その中でねまあ飛んでるっていうのかな、なんて言うんだろう、まあすごいたくましさを感じます。あ、これなんかそうですよね。これも妻黒標本鳥のオスですけど、この辺欠けてますよね。やっぱり飛んでる最中に、まあ、他の獲物にぶつかっちゃったりとかね、まああとは喧嘩するのかわからないですけど、まあ、それで欠けてしまったりするんですよね。これで妻黒ってこれですよね。妻黒、黒いで標門、標の門がついてる標本鳥。これはね本当に、ね、よく見かけますね。はい、これ貴重ですね。まあ、これはまあね興奮出てる足6本ですね。はい、この子はまあそんなに今進化してないというか退化してないというか、はい、まあオーソドックスな、やっぱりね蝶々と花ね見られるとやっぱりちょっと嬉しいです。あ、でちょっと今ねこれとこれあの見てもらうと分かるんですけど、まあねちょっと左右見てもらうと分かるんですけど、どっちがどっちなんだろう。左側が2000分の1で ISO400 固定で、右側1250分の1の4000 ISO400、 シャッタースピードが違うんですよね。2000分の1と1250分の1、要は1250分の1の方がシャッタースピードは、まあ、遅いのでね、それだけ光取り込んでるんですけど、まあ確かにパッと見は悪くないんですよ。右も左もね。ただ、やっぱりその、右の方が、どちらかといえば太陽の光を反射してる。で、左の方は、まあ2000分の1なので、その分、まあ、シャッタースピードが速い分ですね、光が遮ってるので、若干、なんていうんですかね、蝶の、この、まあ蝶もそうですし、花びらもそうですし、このオレンジ色といい、黄色といい、すごい冴えてますよね。まあ、だからこれは選択肢としてはやっぱりこの2000分の1の方がいいかなっていうふうに思いますね。はい、これはちょっとね色が飛んでるわけではないんですよね。色がちゃんとあるんでね。ただやっぱりちょっとね眩しさ系がありますよね。はい、どちらかといえば、まあ、こっちとかこっちこれぐらいがね、まあ、自分はすごい好きかなっていうふうに思いますね。なのでこういう晴れてる時も、まあ、この日すごい晴天だったんで、まあ、ISO400、まあ、ズームする分ね F 値がどうしてもまあ何て言うんですかね増えてくるので、まあ、ISO400 固定でシャッタースピードをね2000分の1で、速くするか、まあ、さっきみたいに1250分の1にするかっていう感じですね。なので、まあ、スタートとしては ISO400 の1600分の1。まあ、いつものね、飛行機撮るのと同じようなね、設定から、上に行ったり下に行ったりするのがいいかなというふうに思いますね。まあ、330ミリなので、だいたい500ミリぐらいですかね。480ミリぐらいですか ?160、400、500ミリぐらいですね。で、撮るとこんな感じなんで、まあ、結構離れてる場所なんでしょうね、きっとね。はい。まあ、ちょっと最後の方ピントずれてますけどね。これはミツバチですね。ミツバチですけど、まあちょっとね、ピンボケしてますね。これね、やっぱり望遠レンズってなかなか
ピンをこれをね見事にピントがずれてますけど、まあね、なかなかね、飛んでる波長を取るのはね難しいですよね。これは何だろう、シングルで撮ってんのかな、ピンで撮ってんのかな、ちょっとどこでわかるのかな。あ、シングルですね。AFS の、あ、これ、あ、そうですね。AF エリアモード、シングルで撮ってるので、まあ、シングルじゃなくて、この距離でしょ。165なんで、250ミリ相当ぐらいですけど、だったら、まあ、ワイドでね、撮っちゃってもいいかな。ただね、これは、その前に、このミツバチの主役っていうのがね、全然わからないっていうね、致命的な欠陥がありますね。はい、もうね、周りが黄色だの、オレンジだの、緑だのだって、で、まあ、ミツバチ自体がね、黄色なので、ズームで、まあ、見ると、ああ、ミツバチがいるんだなって、遠くから見ると、もう同色になっちゃって、ちょっとね、ミツバチいるのがわからないんで、この辺のね、写真は、ちょっと選択肢から除外ですね。はい、これまたね、ツマグロヒョウモンチョウですね。あのね、蝶ってね、たまにこういう土の水分を取るんですよ。ミネラルを取るんで、まあ、あとね、ぶっちゃけで言うと、まあ、蝶々、まあ、水分補給、3つ以外にも水分補給するんですけど、あの、糞ですよね。あの、鳥の糞だったりとか、あとは、あと、獣の糞だったりとかね。糞尿っていうのかな。うん、それにたかってたりしますよね。あの、馬糞だったり、牛糞だったり、まあ、ヤギの糞だったりわかんないですけど、まあ、そういうのからね、栄養をもらったりするんですよね。だからすごい蝶々って華麗な、ね、ヒラヒラして華麗なイメージがあるんですけど、まあ、結構ね、まあ、なんていうんですかね、花以外にね、蝶と花ってすごいもう黄金比というかベストな組み合わせなんですけど、実はね、ちょっとね、糞とかね、ちょっと汚いものに栄養補給のためにね、たかってたりするってこともあるんですよね。でね、これは、あれですよ、土のミネラルをね、取るために止まってますね。まあこれね、後ろから取ってるんで、ちょっとあれですけどね。まあ参考程度にセレクトしときましょうかね。まああと、よくね、聞くのは、オス、蝶々のオスは生殖機能のために、ミネラルを取らなくてはいけなくて、まあオスがね、よくこういうところで地面でね、まあミネラルを、チューチュー吸ってるってよく言われたりしますよね。まあ実際これ写真もツマグロヒョウモンチョウのオスですけどね。うん。これね、実際地面はね、まあちょっと湿ってる感があるんですけど、多分手で触ってもあんまり水分系っていうんですかね、水気感じないんだと思うんですよ。まあそれ人間からすればね。ただ腸からするとやっぱり小さい興奮でミネラル分っていうのは吸えるんでしょうね、きっとね。だからよく、なんて言うんですかね、河川敷の、まあ、砂場みたいなところっていうんですかね。ああいうところにもね、たまに蝶が止まってて、なんでこんなところに蝶が止まってんだろうっていう光景がね、見えたりしますよね。これはちょうど休眠中ですね。羽がこうやって閉じたり広げたりしてるんで、休眠中っていうのはよくわかりますね。これは近づいてますね。400なんで、もう600ですね。もうテレタンギリギリで、もう抜き足、差し足、忍び足で取ったって感じですね。ただね、お尻じゃダメなんですね、これね。やっぱり生き物はね、顔が命ですよね。もう顔を取ってみたいみたいなね。まあ確かにこれピンは合ってるんですよね、顔にね、見事にね。ただやっぱりその、背中を取るとはね、ちょっとね、なんか珍しい蝶々がいたんで一瞬取りましたならまだしもね。あとは、やっぱり蝶々ってこの、どうしても、まあ、モンシロチョウだったり、キチョウみたいなものは、羽がね、なかなか開かないっていうチョウチョウがいるんですけど、まあ、これ、タテハチョウはね、やっぱり結構開いたりしてくれるんですよね。なので、その開いてる時をやっぱり取るのがベストですよね。あとはね、チョウチョウは、この羽の締め役から体温の調整するんでね、これから多分、これまだ10月ですけど、まあ、涼しくなって人間でも肌寒いなって時にも蝶々飛んでる時とかは、普段ね、羽を閉じる蝶々なんかもね、全開にして日光浴びるっていう光景がね、見えてたりしますよね。はい、これは白蝶ですかね。これも白蝶も休眠中ですね。ちょっとピントは甘いですけどね。ピントがどこ行ってんだろう。ああ、花ね。これ本当は、ここですよね。ここにこうやって合わないとね、いけないんですよね。これもシングルで撮ってますね。まあ、
無理してシングルで撮るんじゃなくて、ちょっとねワイド気味で撮ってもよかったのかなっていうふうに思いますけどね。まあもうこれ多分あれですよね、ピン合ってると思いますね。微妙、惜しいって感じですかね。まあ悪くない、まあ興奮にあたって、ああこれくらい、あうこれくらいあったらいいのかもしれないですね。ちょうどピンの位置が顔というか興奮、まあ興奮というよりどっちかといえばこの鼻のしべに当たってるような感じですけどね。はい、これがですね8400の描写力になります。これはモノついてるんでモンシロチョウですね。ちょっとね毛がというか欠けてますけどね。はい、こういうのもいいかもしれないですね。まあ、今回ね、まあ、Z50 なんで、連射ね、10コマ行くんで、連射でバチバチ撮ってますね。あ、これはもしかしたら、ツマグロヒョウモンチョウのメスですかね。オスかな。まあ、いい感じで顔にピン、向いてるんで、こういう、あ、惜しいというか、顔がいまいち。これも連射で撮ってますよね。はい、足に当たってますね。はい。まあ、ただね、やっぱり、こういうアングルは大切だと思いますね。はい、で、これは何ですかね。バッタ、少量バッタですかね。はい。まあ、これも描写力がすごいですね。Z50 と84、Z50 すごい安いカメラですし、まあ、8400も今まであれば、今もう何でしたっけ ?Z100-400 でしたっけ、新しいレンズが出ちゃいましたんで、まあ、8400はね、若干古めのレンズになっちゃってるんですけど、まあ、自分もね、中古で買って、まあ、まあ、お金がないと、お金がない時っていうわけじゃないんですけど、まあ、結構ね、8400買った理由っていうのは結構、やっぱりその飛行機取りに行って、羽田とか飛行機取りに行ってる時には、やっぱり、まあ8400、まあ100、400、まあキャノンさんとかになるとちょっとね、わかんないですけど、まあ200、500とかね、ニコンの場合は200、500、80、400、まああと70、300とかね、70、300もそうですし、200、500も持ってましたけど、まあそういうレンズで、ね、結構多用されてる方が多くて、で、羽田の例えば T1、T2 のデッキから撮る分には、やっぱり8400ってちょうどいいんですよね。やっぱりそのワイド側であれば、どっちかといえばその、まあ、タクシーウェイで言うとインナー側と、あとはスポットを、ワイド側で撮って、で、テレタン側だともうアウターか滑走路みたいなね。まあ、使い分けというかね、やっぱりその8400のズーム域っていうのは重宝するなってことでね、買ったんですね。まあ、ただね、まあ、こういう形で、まあ、昆虫なんかもね、やっぱり生きてるものをなるべくびっくりさせないように、遠くから撮るっていう意味でも悪くはないんですね。これなかなかピントがずれてますね。もうなんかこうやってフォーカスポイントを出すとね、一発で分かりますよね。まあなんか最初のこれあたりがいいって感じですかね。はい、まあ、ちょっとね 220mm で撮ってるんで、実際が 330mm ぐらいですか。うん、もうちょっとねズームすればねよかったのかなみたいなね。はい、あ、これはもうまさにツマグロヒョウモンチョウのメスですね。まあ、個体で言うと、なんか、どっちが多いのかよくわからないですけど、ツマグロヒョウモンチョウに関して言うと、見かける率はオスの方が多いです。圧倒的に8対2ぐらいですね。なので、メスはどこに行ってんだろうみたいなね。だから、ツマグロヒョウモンチョウ、さっきまで、オスの写真を紹介しましたけど、こうやってね、メスを見るとね、やっぱり、あ、珍しいと思っちゃいますね。ちょっとね、全部かぶっちゃってますけどね。ね、ちょっと残念ですよね。ただね、こうやってほら、これが特徴ですね。本当にまさにツマグロですよね、ツマグロ。うん、こうやってね、ちょっとツートンっていうんですかね。
なってるのがメスですね。はい。で、これはあれですね、日本庭園の上の池ですね。これ何撮ってんだろう。あ、トンボですね。トンボがペアになって飛んでるところを撮ったって感じですね。あー、シャッタースピードは500分の1じゃダメダメですね。はい、ブレッブレですね。もうこれはもう必ず1000分の1ぐらい以上で撮らないとブレッブレですね。はい、これはもうなんかあんまり自分もやっぱり飛んでる虫とか鳥とかね、まあ、鳥は個体がでかいんでね、まあ、それなりに取れないことはないんですけど、やっぱり虫とかなるとやっぱり動きが早いんで、動いてるものはそのあんまり無理に追わない方が、まあ、ここまで来ると、まあ、トンボがつがいで、まあ、ペアでいるなっていうのは分かりますけど、まあボケボケですよね。どこにピント合ってんだろうみたいな。はい、もう全然外れ、まあ、シングルでここ取ってちゃダメですね。これはもうワイドのラージとかでね、通らないと全然ダメですね。はい、これもパスですね。はい、これは何ですかね。花しかいない。これもで、またツマグロヒョウモンチョウですね。ツマグロヒョウモンチョウですけど、まあ顔にピンは合ってますけどね。まあこれ羽がね、傷だらけですね。まあちょっと、うん、何ヶ月か経ってるような個体なんだと思いますね。まあアゲハがね、この日見れなかったのかな。アゲハはどっちかといえば成果ですよね。はい、春先から成果、秋はあんまり見なくなっちゃいますよね。これも休密中。185、もうちょっとね、これチキンレースですよね。もうなんか今こうやって写真見返せば、これ185なんで、270ミリ相当ですけど、まあこういうのはね、もう思い切って画面いっぱいにですね、やっぱりこれくらいな大きさでね、せめてね、撮りたいところですね。はい。なかなか、うん、勇気がいりますね。まあ、これくらいあったらいいかな。あ、これはもうドンピシャですね。はい。ちょっと手前のこの草がね、邪魔って言えば邪魔ですけどね。まあ、いいでしょう。これも休密中って感じですね。まあ彼らにとっちゃごちそうでしょうね。多分これも連射して撮ってたんだと思いますね。ツマグロヒョウモンチョウのオスですね。ああ、はいはい。でね、あの立川駐屯地が隣にあるんでね、まあ、こういう形でヘリコプターなんかもね、ちょっと撮ってみましたけど、惜しいね。まあちょっと本業じゃないですけど、飛行機ものはね、もうちょっとしっかり撮りたいって感じですね。ここに人が乗ってますよね。人の顔が。でね、これタコなんですよね。タコあげてる人がいましたね。はい、こういうのもね、ちょっと狙ってみました。これが390なんで、もうテレタンですね。600ミリ相当ですね。で、また、花畑に戻って、ツマグロヒョウモンチョウの、これメスですね。メスですけど、すごい傷だらけですね。これはあれですかね、オスに追っかけられたんですかね。オスのメスを追いかける戦いに巻き込まれたんですかね。まあ、これがさっき言った、まあね、まあ、蝶々にとって羽って命みたいなものなので、飛べなくなったら蝶はもう生きていけないのと同じように、まあ、人間がね、骨折してるような、まあ、骨折というか足にひびが入ったというかね、まあ、彼らはそのまともに飛べる飛べないっていう判断もないんだと思うんですけどね。ただひたすら生きるっていう、そう、まあ、これすごいですね。やっぱりこれだけ傷だらけになっちゃってね、え、もう羽の3分の1ぐらいがもしかしてなくしてるのかもしれないですね。これはメスですね。まあだから何か栄養をいっぱい取って羽が生えてくるわけでもないので、まあ、ちょっと昆虫ってものすごく、まあ、たくましいというかね、
そういう意味ですごいなと思いますよね。まあ、これちょっといいですよね。アングル的にも影が多分右から日差しが受けているような感じでちょうどいいですね。2000分の1 ISO 400 F6.3 ですね。なので300ミリぐらいで撮ったって感じですかね。ツートツマグロヒョウモンチョウは続いて、あ、これは何ですかね。蜂、なんで地面の蜂を撮ってんだろう。あ、はい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 、これはアブですね。大花アブですね。これはね、これもね、比較的オーソドックスに見れますね。はい。まあ、これも花アブですね。これもどっちかといえば、この秋近くによく出てくるアブですね。あ、これで終わりですね、写真が。なんか花アブ、大花アブだと思うんですけど、ちょっと一枚どっかセレクトしたいなと思うんですけどね。ちょっとね、アブは確か蜂じゃないんですよね。あのハエかだったと思いました。確か間違えていたらごめんなさい。なのでちょっとね、お顔がね、あのハエみたいなね感じですよね。なかなかいい写真がないな。何セレクトしよう。まあね、この大花アブはこれですよね。この本当に黒と黄色のツートンっていうね、イメージ。なかなかいい写真がないな。まあこんな程度で選んでおきますか。はい、ということで250枚撮影して、実際にセレクトしたのが、全部で13枚ですね。まあちょっとね、まあ前回ね、浜離宮で静と動というお話をしたんですけども、やっぱりこの昭和記念公園でもね、静と動、ただちょっと個体数っていうんですかね、種類数的にはツマグロヒョウモンチョウばっかりになってしまったんで、あんまり面白くなかったって感じですかね。はい。まああと本当はね、どっちかといえば、なんて言うんだろう、山に近くなればなるほどね、いろんな蝶々が見れたりとか、さっきみたいな蜂とかもね見れたりするんですけど、まあ、昭和記念公園だと、まあ、これプラス夏のアゲハ、キアゲハですかね。まあ、あと黒アゲハがいたりとか、まあモンキアゲハとかはちょっと見れないかなというふうに思いますけどね。まあ、ただね、あの浜離宮でモンキアゲハ見れるんですよね、あそこはね。 あのでかいね、もう日本最大の蝶がね、もう手のひらサイズのモンキアゲハがね、ひらひら飛んでるシーンはすごいもう圧巻ですね。まあ今年はちょっとね、巡り合えませんでしたけどね。という感じで、ちょっとね、いまいちあんまり面白みが、まあね、ツマグロヒョウモンチョウばっかりになってしまいましたけどね。はい、今回13枚セレクトということで、現像しましょうと。でね、この日はそうね、ちょっと現像してる間に行けるかな。さっきのクールピックスで撮った写真を、まあちょっとおさらい程度で紹介になりますけど、やっぱりね、こうやってね、撮影、これ三脚立ってる人も、まあこれ許可も、撮ってる方だと思うんですけど、こうやってね、モデルさんがね、こうやっているじゃないですか。こうやってね、モデルさんの撮影会がね、ちょうどやってたりしましたね。はい。いろんなところやってましたね。これ多分、あれで商用カメラマンですよね。ここにこうやって奥さんと旦那さんと子供とかね、いたりとかね、そういう光景がいっぱい見えましたね。この辺とかもそうですね、多分。モデルさんの撮影会なんかね、やってたりしましたね。あと休憩中の写真ですね。はい、というわけでね、今日も写真の紹介、昭和記念公園、2021年10月2日、昭和記念公園でコスモス畑ほか、あ、肝心なコスモス畑で写真撮ってなかったですね、これね。面白いな、そう考えると。あの、みんなのね、原っぱの脇で写真を撮ったというような紹介になります。またね、ウェブサイトの方にもね、掲載するのと、あとちょっと今後のお知らせもちょっとお知らせしたいなというふうに思いますけど、
まあ、ちらっとね、ここであんまり全部言っちゃうと面白みがないので、まず2021年11月13日羽田の T2 に行ってきましたね。あれ、羽田の T2 に行ってますね。はい、あ、はい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 、はい、で実は11月13日昭和記念公園行ってるんですね。またまあでも10月2日から1ヶ月以上経ってまた行ってるんですけど、まあ、ちょっとね秋の紅葉を撮りに行ってます。でその足で帰りに羽田空港まで行ったんですね。ちょっとねこれ羽田空港で写真、まあ、撮りたいっていうのもあったんですけど、別件がちょっとあってわざわざ立川から中央線で東京まで来て、まあ、そこから浜松町経由のモノレールでね羽田空港に行って、まあそう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 2470のレンズでね、まあ、デッキから撮ったっていうのをちょっとねご紹介しようかなっていうふうに思います。それが翌日の景品、11月14日ですね。これはですね Z6 と VR8400 を持って城南島とそれから京浜島ですね。まあこれペアでねよく行くのがまあオーソドックスになってるのと、それが11月20日ですね。これもつい最近ですけど、これは Z50 と DX1650 なんで、あのパンケーキレンズですかね。はい、これはですね実は偵察しに行ったっていうやつですね。はい、朝もう7時半ぐらいに行ってましたね。ソラムナードに偵察してきたっていうお話と、その帰りだったかな、これ一回帰ってから行った、一回帰ってまた用があってお昼から浜離宮に行ったと、はい、いうやつですね。一回帰ってから、はい、そうですね、行ったってやつですね。はい、浜離宮の秋の浜離宮を紹介できるかと思います。それから11月21日ですね。はい、これはですね Z6-2 とニッコル500のタンタマですね、持ってったと。まずこっちですね、ソラムナードに行ったっていうお話がありまして、でソラムナードで、まあ、ちょっと飛行機撮影をしてきて、その足でですね、これ6時半ぐらいですけど、はい、あ、これがねごめんなさい、羽田サンライズチャレンジ2021の第1弾です。はい、言うの忘れました。で前日に行ったっていうのは、羽田ソラムナードに前日に行ったっていうのは、そのサンライズチャレンジの下見に行ったんですね。はい、で、その翌日の11月21日に、まあ、サンライズチャレンジしてきたというお話になります。で、まあ、そのままソラムナードを後にして帰っちゃうのもったいないので羽田 T2 に行って飛行機撮影をしてきたというようなお話になります。結構ね羽田 T2 ではそうですね、まあ、Z6-2 が火吹いたって感じで結構撮ってましたね。はい、まあ、ちょっとねこれ Z6-2 で羽田の写真を撮ったのにはちょっと本気モードだったんで、早くねここまでお伝えしたいなと思います。その前に1個2個3個4個5個6個ぐらいね、こういう形でお伝えしなくちゃいけないんですけど、もうしばらくですね、もう少しですね待っていただければいいかなと思います。それからあと羽田サンライズチャレンジ、去年から始めた自分でまあね、まあ、そういう企画作って、やってたチャレンジもですね今年もやりたいと思います。はい、なので、まあ、これから年末にかけてちょっと今年は年末年始はちょっと羽田に行けそうもないんで、その前までと、それから年明けにもなると思うんですけど、まあ、あの日の出が7時ぐらいがリミット、まあ、その時の、まあ、サンライズチャレンジということで日の出と飛行機を取るというね、チャレンジを今年もやりたいと思いますので、まあ、しばらくですかね12月は紅葉と飛行機と、紹介できるかなというふうに思います。はい、ちょっと長くなりましたけども本日も以上となります。ありがとうございました。失礼いたします。